どうも、竹の庭竹雄です。今日もよろしくお願いします。今日はね、台湾のカバランなんですけど、カバランの灌漑ボール2種類飲み比べをしたいと思います。まずね、こちらがだいぶ前から出てたこの青い方ですね。これハイボールウイスキーソーダ、カバランクラシックシングルモルトウイスキーをベースに使用し、ソーダ水をブレンドっていうことで、これはね、ただですね、ウイスキー糖類炭酸3ミリオっていうことで、アルコール分 5%、100ミリリットルあたり34キロカロリー。これは飲みやすく、こう、糖類とかで味付けをしてあるやつです。そして、こちら黄色の缶ハイボール。ドライシングルモルトハイボールっていうことで、こちらもですね、基本的には、カバランクラシックシングルモルトウイスキーとソーダで割ったということで、こちらは原材料名ウイスキーと炭酸だけです。アルコール分 6%、100ml あたり33キロカロリーという、この2つを今日はね、飲み比べてみたいと思います。まあ、カバラン、まあ、有名な台湾のね、ウイスキーですけど、まあこれどのような違いがあるのか、まずはこの糖類が配合された方、はい、まずはね、缶なんでこのまま一口いってみます。おお、でもしっかりね、シングルモルトのハイボールだなと感じしますね。モルト感がしっかりあって、多少甘口か、飲みやすくは仕上がってると思います。アルコール分が 5% なんでね、じゃあこちらです。こちらは 6%、 こちらはね、もうカバラのクラシックと炭酸のみで作ったやつですね。まずは缶のまま飲んだ時の最初のアタックはね、こちらの、糖類とか入って飲みやすくされた方が、なんかハイボール飲んでるなって感じがします。美味しいっていう感じですね。でこちらはね、確かにね、ドライという言葉に似合いますね。すっきりとした、もう比べると甘さがないんで、すっきりしたハイボールっていう感じでした。はい。じゃあちょっと氷を注いだグラスに入れてみます。グラスに注ぎましたので、糖類入ってる方から、やっぱりこっちを先ほど一口飲んでるんで、だいぶ比べるとやっぱ甘いですね。甘く感じます。これはまあだ、いわゆる万人受けはしそうですね。誰でも飲めそうなカバラこちらです。やっぱりこっちの糖類入ってない方が、普段からウイスキーをハイボール飲み慣れてる方はこっちの方が多分美味しいと思うでしょうね。比べるとね、やっぱこの青い方は結構甘いです。ただまあ糖類と酸味料が入ってて、酸味料だったんですよね。この酸味料だから、ある味をね、多分整えてるんですよ、こっちは。だからそういった意味では飲みやすいのはこっちですね、青ですね。だから普段ウイスキー飲まない方でも、ああこういうのがウイスキーのハイボールかっていう感じで、気楽に飲める、飲みやすいハイボール。片やこっちは
シングルモルトと炭酸だけ。うん、だからこっちはやっぱ本格ハイボールですよ。うん、僕はやっぱりこっちの黄色の方が好きかな。ですね、甘いんで食後とかに飲むカクテルとしてのハイボールとこの青いのはね、黄色の方は、しっかりとしたハイボールなんで食事に合わせてもいいんじゃないかなと思います。そんなにあのカマランっぽいね、ちょっとやっぱり南国フルーツ系がほのかに漂うんですよ。こちらはね、こっちの青はちょっともうその辺の味よりも飲みやすさ、甘さっていうのが中心。黄色はやっぱりね、カマランっぽさが味わえます。だからそういった意味では、まあカマラン、本当にカマランでハイボールっていうんだったらこちらの黄色がおすすめだと思いました。はい。ということで今日はね、軽くこの缶ハイボールを2種類飲み比べをしました。共に美味しい、美味しいのは美味しいです。ただその誰に向けて作ったかって、こちらハイボール初心者っていうかね、ウイスキー普段飲まない方でも気楽に飲める青で、本格ハイボールを求める方の黄色っていう風に、分かれるんじゃないかなと僕の、今日飲んだ感想です。皆さんね、見かけたら、もうあちこちで売ってると思うんで、ネットでも売ってます。一応リンクを貼っときますんで、まあ見かけたら一本飲んでみてもいいんじゃないかと思うハイボールでした。はい、ということで、宅飲み場竹雄、ウイスキーメインの蒸留酒チャンネル、いろんなことを、いろんなものを飲みながらいろんなことを喋っております。ウイスキー好き、お酒好きの方、ぜひチャンネル登録していただいて、一緒にウイスキーライフ、お酒ライフ楽しみましょう。はい、では今日の宅飲み場はこの辺で閉店です。最後までご視聴ありがとうございました。じゃあね、バイバーイ。